ございます。おはようございます。前さ、花火しかさ、もう眼中になかったからさ、あった。結構前の日当たってますね、全部。じゃあこっちに行こう。555番ドロメ。 V プレス動画をご覧の皆さん、おはようございます。エビナナです。本日は栃木県にありますビッグマーチ佐野店様での実践ということで、前回こちらであの伝説のね、伝説の花火を打たせていただいたお店でございます。ということで早速本日のミッションをお願いいたします。はい、一つ目、はい、まあ、ファン対応人数、ファン対応人数、はい、エミナナの837足して、はい、18名。837足すと18なんだ。あ、そうなんだ。まあ、前回15人来てくれたから、そうですね、はい。2つ目、ガッツ星人に勝利。ガッツ星人、それ勉強してきましたよ。あの3回勝った後のまたバトルですよね。そうそうそう、に出てくるガッツ星人さんですよね。 それに勝つとウルトラコンボに行くと。ウルトラコンボ、はい、まあ、上乗せのチャンスと。3つ目は超氷、ソウルフリーズですよね。いける気がする。今日あの私、ええ、カメラマンさんに日頃の感謝というか、ええ、まあ、ちょっと動画のコメントとか結構ディスられてるのが多いなと思って、厳しいぞって、ね、そう、厳しいぞって思ってきたので、思ってて、今日ちょっとプレゼント作ってきたんですよ、手作りで。ほう、手作り手作りです。 T シャツなんですけど、すいません、手作り感なんですけど実は善にこれカメラマンさんですよ。ハギって書いてあるんで、ちゃんと、実は優しいんだよっていうのをね。だからこれを勝手にちょっと1日来てもらうのは、ちょっとまあハギさんにもちょっとあのなんていうの、まあ、いじめになっちゃうのかなと思うから、私がミッション1個クリアしたら来てもらおうかなと。でもいいよ、今から来る。今から来ます。今から来る。ちょっとぜひ、ちょ、善人感出てます。え、すごい出てます。実は善人。じゃあ私もこれを着て、はい、君ならも実践頑張ってください。頑張ります。ということで早速、まあカメラマンさんにもねプレゼントできたし、ええ、早速ちょっと実践していきたいなと思います。解決スロット、エミナナチャンス。はい、それでは実践スタートしていきます。お願いします。ですか？チャンス。これ強チェですね、強チェ。体重接近中。このさ、ダフ文字だっけ、これなんて読むんだっけ、ダなんとか文字。めっちゃやばい音。動画を確認したら、はい、さっきのチェリー、特殊チェリーでした。強チェ強チェ言ってましたよね。特殊チェリーでしたよね。なんか特殊チェリーだと、まあ、朝の状態にもよるんですけど、まあ、リセットされてれば偶数設定で、まあ、広角に 40% いくんですよ。なので今がどの状態かちょっと全然、もうまだ15ゲームぐらいしか回してないんで、まあ、分かんないですけど、まあ、定格通常でも、まあ、50%2分1で ART 当選するそうなので、まさかの朝一からフリーズとなったね。え、4096分の1を
え、このさ ART のさ抽選、まあ、チャンスゾーンもさ2種類あって、ゲーム数でいくチャンスゾーンとこの、まあ、今レア役でいったチャンスゾーンが違うあって2つあるんですよ。ネクストバトル、まあ、とりあえずこちら消化していきます。これ青だけどこれ資産あんのかな、何パーとか。消された時間、ビラ星人、ビラ星人だって知らない、知らない、知らない、知らないんでしょ、知らないよね、ダダしか知らない私、ウルトラマン。勝てるかな、結構フルボッコされるって言ってたな。ほら 50% 鈍いて、まあこれ復活あるかもしれないですよね。あ、 SOS ゾーン、あ、赤い、赤いよ、変身、変身もいらないパターン、へえ、そうなんですか、変身しちゃった。あ、バルター星人じゃないっぽい。出会って出会え、出会え出会え、出会え出会え。やったー！さっきの特殊チェリーからですね。よかった、2分1引けました。ということで43ゲーム、投資が2本でございます。早いね、早い、これでね1日遊べるぐらいのメダルが出てくれれば、まあ、今日のミッション2つ目はこっからの勝負だと思うので、3回ね勝たないといけない。4回か、だと40でダブル揃いだと100ゲームスタートです。シングル40ゲームスタート、ウルトラバトルモード、セブンセブンセブン、あ、うちの犬みたいな怪人イカルス、うちの子こうやって耳大きいの、ブスじゃないの、えい、お、チャンスだよ。でも多分追加だったら多分 10% ぐらいしかないですよね、多分抽選なんていうの変更。あ、チェリーだ、あ、今日チェリー、これ 100% じゃないですか、勝つの。上手くない、やっぱさ、エミナラのために作られた台みたいな感じだね。 10%、 あ、 10% じゃない、プラス10、セブンアタック、これで7が揃えば、この10ゲームが7倍になります。揃うたびに7倍になります。あ、揃ったら終わりなの、あ、そうなんだ、おお、で最後に7が乗るか乗らないか、あ、そういうことか。でこのゲーム数中にどんだけ乗せて最後にセブンアタックするかが、穴を狙え、あ、はい、ミスった、目押し、プラス15ゲーム、すいません、目押しミスりました。
星人覚えた、これだけは覚えたよ。あ、当たった、当たりました、プラス20ゲーム。結構簡単に勝てますよ。そういうのは分かんないけどな。からのセブンアタック。まずこんなものか、はい、このこれ知ってる、私これ、これの人形持ってた。なんかこうあるじゃん、男の子が遊ぶようなこう、こういうプラスチックの人形。やられちまったぜ。あ、当たった。え、こんな簡単なんですか。もうだって会えますよ、ガッツに。ちょっと、あ、これ？そう。これガッツ星人、めっちゃ可愛いじゃん。コアラみたい。よし、ガッツ星人に勝利。やったー。どうしたどうした、何もしてないよ私。ミッションクリアだってことは、このあとウルトラコンボですよね。ウルトラコンボ、ウルトラコンボ、 ST 型特化、 ST 型上乗せ特化ゾーン。3ゲーム以内にリプレイ以外を吹けば上乗せで、上乗せされたらまた3ゲームから戻るというゲーム性です。あー、リプレイだ。え、やばいんじゃない、嘘。あ、リプレイだよ、いけないじゃん、なんでそういうこと言うの。あー、いった、よーし、また3ゲームに戻りました。やべー、あ、いけるいける、うん、黄色はね、ベルだね。ちょっと結構緊張するとこだね、これ。ラストだよ。からのここでセブンアタック入るんだ。よし、揃えればね、もうだよ。やっぱ揃わないね、だってフェイクがあるもんね、その15分の1の中の5分の1がフェイクだもんね。いや、揃わない、ね、はい、ということでさっきガッツ星人に見事勝利をしましたので、2つ目のミッションクリアしました。ミッションカードを引いていきたいと思います。お願いします、お願いします。さっ、やだ、スイーツがいい。
これやだ。ほら、なんか助かったの。今使ったの。こっちね。あー、やったー、やったー。前回のサロでなんか言ったよ。スイーツゲット。あとでスイーツをいただきたいと思います。もう美味しい。え、お昼時かな。うん、もう美味しいね。あ、紫だからチャンス目じゃない。あれ、スイカだった。ファイナルだ。エレキング、ほら、これエレキングだ。知ってる知ってる。126ゲーム303枚。多分この終了画面でも設定示唆があって、これは多分デフォだと思います。あとこの文字ですよね。これはアマギって読むらしくて、奇数設定示唆だそうです。えい、状況は反応ありません。おお、わくわく。おお、またじゃね。うそだよ。え、スイカだよね。あ、違う。あ、これまた。そんな2回も引けんの。今日ゴッド1回引いたようなもんですよ。いやいや、達成一緒じゃねえから達成一緒じゃないって言われたまさかの本日2度目の特殊チュリー4096分の1、2回目です。まあでもこの状態が今定格なのか通常なのか広角なのかわかんないんですけど、まあ2分1で RT に入るので、頑張りやす。はい、9、8点です。え、これちょっと怖い。すげえ弱そう顔はね、顔は弱そうだけど、ギエロン聖獣。
の ART 当選が 100% なんですけど、これは前兆ステージの SOS ゾーンなんでちょっと分かんないです。あ、でも当たりそうですね。当たりました。 100% なのか何パーなのか分かんないですけど、まあ、とりあえず当たったので、447ゲーム投資が 5本です。ダブル揃いしたい。あ、信じる。まあ40ゲームスタート。この対象ってなんかあれじゃないですか、アメリカの国家に聞こえますよね。今回は頑張って伸ばします。はい、それでは ART 入ったんですけど、で休憩に行ってきます。で先ほど引いたスイーツゲットでちょっと美味しいもの甘いもの食べていきたいと思います。スイーツゲットです。いただきます。これね、なんか3つ入ってるやつを頼んでくれました、カメラマンさんが。いただきます。美味しそう。これおしるこ、冷たいおしるこだ。食レポしてみたら。おいしゅうございます。スイーツもゲットできたので午後も実践頑張りたいと思います。では実践スタート。頑張れセブン。23枚、駆け抜けた。これ多分最初と一緒じゃない？うん、最初と一緒。アザギ？そう。はい、数設定ですね。あ、長いものに巻かれたね。はい、ということで
2戦終了したいと思います。777ゲームのチャンスゾーンちょっと入れられなかったので、まあ、ちょうどいいかなと思います。まあ、結果はエンディングで行いたいと思います。お疲れ様でした。はい、実戦終了いたしました。お疲れ様でした。はい、本日朝1からウルトラセブン打たせていただいたんですけど、まあ、朝1ね10ゲームくらいでなんと特殊チェリーを引くことができまして、まあ、フリーズと同じ確率の4096分の1をね2回引けたんですよ。で、怪しいものも何個かあったんですけど、まあほぼ多分今日チビ後の今日チェリーだと思います。まあでも2回引けたってので、まあもう1回1個ぐらいはねロングフリーズして欲しかったなと思います。でも朝一からね初当たりで結構軽かったので、初当たりがで3回 ART 入れたので、まあ、今日はなかなかやれたんじゃないかなと思いますが、投資の方の、まあ、収支の結果は投資が799枚、回収が0でございます。また今日も0です。最近多いね。そう、最近多いですね。ちょっとこれも挽回しないといけませんね。まあ、今日はねウルトラセブンでしょ、で7でしょ、エミ7でしょ、でファン対応の、人数も7だったので、今日はね何かと7に縁がある日だったのかなと思います。これカメラ回す前に俺が言ったやつでしょ。カメラ回す前に俺が言ったやつでしょ。うまくまとめたうまくまとめました。でほらカメラマンさんにもねちゃんと T シャツもプレゼントできたので、はい、ということで本日実践にお付き合いくださいましてありがとうございました。まあ、次回もう決まってるんですが、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。